シャンクス性能について必殺技新世代沈めるカムサリサ3ターンの間上を縄張り斬撃タイプにする対象タイプキャラの数に応じて攻撃が最大1.5倍非ダメージが最大25%減少斬撃タイプキャラの必殺ターンを1段縮する2ターンの間遅延弱体状態の敵に与えるダメージがアクション必殺技の判定に応じて最大3倍になるミス2.5倍グッド2.7倍グレイト2.8倍パーフェクト2.9倍 エクセレント3.0倍。1ミリに斬撃タイプキャラが6人いるとき、3ターンの間、2種類のダメージ量上昇状態を同時に使用できるようになる、同様の種類がある場合、重複できない必殺発動時すでに2種類のダメージ量上昇状態を同時に使用できる状態のとき、1ターンの間、防御力ダウン比、ダメージ上昇中の敵に与えるダメージが2.5倍になり、1ミリにかかっている特定状態の相手に与えるダメージ量上昇の効果を、さらに たす上昇させるこの効果はこの必殺技の特定状態の相手に与えるダメージ量上昇の効果にも影響する。船長効果迫る選択一ミの攻撃を残撃タイプキャラの数に応じて最大で約6倍最小で5倍一ミの体力を1.3倍にする一ミは連スロットも有利スロット扱いになる。残撃タイプキャラが4人以上いるとき一ミは戦長効果無効状態を10ターン回復する。 斬撃タイプキャラのクリティカルの発生確率を30%上昇するこの効果は潜在能力のクリティカル攻撃を習得しているキャラにのみ影響し発生確率の上限値は100%斬撃タイプキャラが6人いる時かつこのキャラがレ連スロットの状態でタップした時1ターンの間的全体の斬撃タイプ体性を10%下げる斬撃タイプキャラが6人いる時かつ縄張り斬撃タイプの時斬撃タイプキャラの攻撃が約下げる。 6.5倍になる。自分が船長で、アクション必殺技の判定が、エクサラントのバイフレンド船長、スケット船長は不可。3ターンの間、潜在能力でクリティカル攻撃を持っている斬撃タイプキャラがクリティカルを発生させたとき、斬撃タイプキャラの次回の最後のタップ時の攻撃を8%上昇させる。同様の効果がかかった場合、蓄積可能、最大蓄積値200%、 属性タイプ等の指定にかかわらず、攻撃可能キャラの全てで攻撃した際、最後のタップ時に効果が消費される。ラストタップスゴ技。自分のスロットを連スロットに変換する。お邪魔も変換か、超邪魔は変換できないという制約を無視する。最終のチェーン係数をさらに2.25倍する。1ミにかかっている特定状態の相手に与えるダメージ量上昇の効果をさらに足す。 0.25上昇させる。BS 効果。状態異常無効特定状態異常以外の状態異常無効の効果を無視して、1ターンの間敵全体を弱体状態にする敵全体の非ダメージを1.3倍。敵が非ダメージ上昇状態の時、さらに非ダメージを1.3倍にする。1ターンの間、斬撃タイプキャラの 基礎攻撃力を達成する海賊祭必殺技敵全体に5000の固定ダメージを与える白式斬撃タイプの仲間の攻撃アップレベル620秒速度アップレベル620秒クリティカル発生率アップレベル620秒海賊祭能力持続性の仲間の体力アップレベル6白式斬撃タイプの仲間の速度アップレベル6クリティカル発生率アップレベル 6防御アップレベル6グランプリバースト敵全体に8000の固定ダメージを与える残り時間が30秒以下の時敵全体に8000の固定ダメージを与えるグランプリリーダースキル白色タイプの仲間の攻撃体力回復アップレベル6斬撃タイプの仲間の速度体力攻撃アップレベル4力地属性の仲間の攻撃必殺コアとの溜まる速度防御アップレベル2最後にシャンクスの必殺技演出を見ましょう少々語合いすぎた。 本当に俺と戦うか。被合がデかすぎる。さすがだな。カムシャリ。必殺技の他にもラストタップスゴ技やバーサス効果もあるので、演出がどのようになるのか楽しみです。皆さんはシャンクス欲しいですかよかったらコメントで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。